いやー、終わりますね、めちゃけ。ま、マジだったね、今回は。今まで何度となく飛ばし記事で終わる終わる言われてたけど、終わらずにずっと来て、で今回も終わるって発表があって、ただなんか今回ネットニュースでね、まずネットニュースで流れた時点でなんか今回はマジっぽそうだなって感じしたよね、なぜか。それなんでだろう、なんでマジっぽい感じしたんだろうな。めちゃイケ終了かじゃなくて終了へだったからかな。その助詞の選び方って大事なんですよ、記事書くときに。終了か終了へ、終了へだってね。早ければ4日の放送、今日の放送で11月、2017年11月4日の放送で発表ということで、まあとはいえまだ半信半疑で、で今日のオンエア見たら片岡さんが自分の口で終わる言うてて、あマジなんだなって思ったっていうことですよ。じゃあまあついでに皆さんも終わるんでしょう、そっちもマジなんでしょう多分。それも来週のオンエア見てみないとわからないけど、皆さんの方で、まあ原稿は書いたのでメディアゴンに多分そのうち乗りますけど、じゃあちょっといろいろカットするなと伝えてあるので、内容をノーカットで載せろと、どっかカットせざるを得ないんだったら載せるなと言ってあるので、カットせざるを得ない部分があるから載せませんっていうことになるかもしれないですが、多分正直今さらなんか改めて言うようなことないんですよ、終わるからといって。だって私はずっともうかわいそうだから終わらせてあげろ終わらせてあげろと言ってましたから、めちゃイケに関しては今さらもう、だってもう死んでたようなもんだから、めちゃイケってね。そうそうそう、もう本当人で言うたら昏睡状態ですよ。昏睡状態でまあ呼吸と心拍だけあるねと、でまあどっちもいつ止まってもおかしくないね、でも昏睡で意思疎通は全然できませんと。もうこれはまあ生きてはいるけど、まあ死んでるのとほぼ一緒ですと。そんな状態でしたからめちゃいけ。それが今さらこう、じゃあ呼吸と心拍も止まりますと、完全に終わりますとなったからといって特に考えはないんですが、赤量もこれは本当マジで。むしろだってまだ先の話だから、今日終わるってことじゃないからさ、むしろこうはっちゃけて、こうどうせ終わるんだからこう攻めてほしいんだけど、いろいろと。だからむしろそっちに対する期待があるんだけど、なんでまあ終わるまでは楽しく見届けようじゃないかと思ってますが、なんだ、なんか言いたいことはいろいろあるんだけど、なんかね、こういろいろうまいこと言おう、うまいこと言えないかって考えてるんですよ。めちゃイケ終了にかこつけて、こうネット上の反応で、ネット上の反応というか、いろんなまとめサイトを見たけど、いいとも終了、皆さんも終了、めちゃイケも終わる、平成の終わりだなみたいなことを書いてるレスがあって、まあ今のところそれが一番うまいなと思ってるんだけど、それをパクるわけにもいかず、なんだろうね、別に私はまあまとめるとしたら、人工ボケというコンテンツの終焉だと思っているんですが、人工ボケっていうのはまあ天然ボケの対義語です。天然ボケというのはボケ笑われる人、ボケの人が笑われることを意図して
笑われること、笑わせることを意図してやったわけではないけど、面白いことが天然ボケ、全部天然ボケ。もちろん普通に天然ボケってこう日常用語として使った時に入ってくる言い間違いとか単純な勘違いとかつまずいたとかこけたとかぶつかったとか、それ全部そうでしょ。別に笑わせようと思ってこけてるわけじゃないし、言い間違えてるわけじゃない、噛んでるわけでもない。でこう定義するともっといろんなもの、日常用語の天然ボケにはちょっと含まれなさそうな他のものもいろいろ入ってくる。例えば逆再生や外国語の空耳、これも当然なんかドイツ語が日本語に聞こえて面白いとか言ってるのは、ドイツ人別に日本人笑わせようと思って喋ってるわけじゃないからさ、真面目にドイツ語喋ってるだけだし、逆再生なんてそうだよ。あれだってねえ、喋ってる人は逆から再生されて笑われるなんて思ってもないだろうからね。ニコのコンテンツで言ったらほとんど天然ボケですよ、面白いのは。昔に遡ると陰陽師や手に見え、テニミはあれ、演者は真面目にやってるからね、多分。けど下手くそで面白い、テニミは。陰陽師もあれ別に笑わせようと思って作った曲や動画じゃないだろ、あれ。その後流行ったもの、なんだろう。まあ、ドナルドだって、あれも笑わせるために作られたもんじゃないだろうし。検証シリーズ。ルロケンの。サノスケ、あ、へが出た。あれだって、であれ外国語だしね、外国語だから多分外国人の声優さんたちは真面目にやってるんですよ。それが天然ボケ。人工ボケはその逆です。笑わせることを意図してやったもの全部。これは否定的な、ちょっと否定的なニュアンスを込めると、受け狙いという日本語になります。受け狙いのものを人工ボケと言っていますが、めちゃイケはまあ人工ボケのコンテンツなんですよ、主に。多分まあ天然ボケのもいろいろあるよ、いろいろあるんだけど、そこはちょっと後で話をするとして、めちゃイケがやってるのは主にコントですから、ドキュメンタリー仕立てのコント。まあ岡村ファーシリーズなんかその最たるものです。わかりやすいのはあと中居君との日本一周とかね、あれ全部台本のあるコント、まあ薄めの台本だろうけど、設定はあって岡村矢部はそれを忠実に守っている。設定はあってなんだ、例えば中居君と日本一周だったら中居君をひどい目に遭わせると、岡村はそれを真面目にやってる、真面目にやってるけど真面目すぎて結局中居君がひどい目に遭っちゃうっていうのが、日本一周というコントにおける岡村さんのキャラクターの役割です。中居君はでそれに振り回されて文句を言うっていう役割、それを普通にこうロケ企画として日本一周をやっている風にそのコントを見せるから視聴者がまず油断するわけ。だってガチガチのコント番組で本当のコントとして作ったらさ、ゴッツみたいな感じで、ゴッツや笑う犬みたいな感じで作ったら、まあコントだからさ、視聴者がこうハードル上げちゃうんだよね。今から面白いものを見られるなって期待して。ハードルが下がったまんま、ただのロケ企画やってる体で中居君がボコボコひどい目に遭うので、視聴者、油断してる視聴者に奇襲を仕掛けることができる。裏切りですよ、裏切り、完全に。ただのロケ企画なんだろうなと思って見てると中居君がありえないぐらいひどい目に遭うので、そこは裏切りで、それがズレになるわけ。まあでも結局は人工ボケなんですよね。考えといた。こうこうこうして中居君をひどい目に遭わせようと。料理を
食べさせずにこう時間切れだと言って連れていこうと、中学の私物がおにぎりの中から出てくるとか、そういうのですよ。で、やっぱりね、人工ポケってね、どうしても天然の方が面白いのよ。天然はさ、だって予想もしないところから、角度からいろいろ来るからさ。この前のアメトークのエコちゃんもそうだけど、エコちゃんすごいね。出川さんもすごい。ジミちゃんもすごい。めちゃイケの天然言うたら、まあテストの浜口、山本、重盛でしょうね。まあ、結局人工ボケより天然の方が面白いんだなっていう、ネット上に氾濫してるコンテンツもさっき言った通り天然が主だし、もっと下品なここで言えないようなコンテンツたくさんありますから、ネット上。例のあれってやつですよ。例のあれ、例のあれ、なんか全部あれ、作り手はさ、作り手は笑わせようと思って作ってるわけじゃないから。ね、真面目な、真面目なね、ビデオですよ。真面目な、まあ、真面目な YouTuber、真面目かな、真面目な、これ以上やめよう。例のあれは、というまとめ方をメディア語に書いた原稿はしてますが、まあ、天然ボケの隆盛とネットの隆盛、ネットの天然ボケって、まあ偶発的に出てくるものですから、単発的なんだよね、まず。だからテレビみたいな一定の長さを持ったコンテンツだと、数を用意しないと尺を埋めることができないんだけど、まあ、なんか面白い写真はパッと見、一枚パッと見て笑って、それで終わり。じゃあテレビ終わんないからさ、番組30分とか1時間あるから、その写真をこうたくさん集める必要があるんだけど、こうスマホの普及、ネットの普及で、みんなそういう面白いものを保存することができるようになりました。画像、動画、動画、画像、録音、動画で、それをすぐみんな発信できるようになった。ネット上にそういうものが溢れるようになった。数がたくさん。人工ボケは結局天然ボケに勝てないんだなという、人工ボケの終焉だろうなというまとめ方をしたけど、別に昔から天然ボケを笑うコンテンツあるんですよ、テレビにたくさん。だから、なんかそういうまとめ方もちょっと違うんじゃないかなと思っているけど、だってジミーちゃんなんて90年代から出てるしさ、なんか例えば辛いことをやらせて自然なリアクションを楽しむっていうのは、それも天然の一つなんだよね。本当に辛くてそういうリアクションをやってるわけだから、やってる人たちは落ちてきたたらいが痛いから痛がってるわけで、それ別に笑わせようと思ってやってるわけじゃないけど、それが面白いっていうのは、それ天然ボケとですからさ、私の定義上の。辛いリアクションなんかたくさんあるよね、もう。ヘビとかワニとかさ、ライオンとかトラとか出してさ、蝶のビンタだってそうだよ。ガキはたくさんの辛いリアクションのようなギミックがたくさんあるから、もうこの世のものとは思えないような、ここは本当に法治国家かというような。蝶のビンタだってさ、あれ面白いのは、山ちゃんあれ本気で抵抗してるから面白いんだよ。あれは私本気だと思ってるけど、あれをわざとやってるとしたら相当な演技力ですよ。まあ、蝶のビンタが怖いのはわかるけど、芸人なんだから、だから怖いリアクションって、怖がるリアクション、抵抗するリアクションっていうのは面白いから、ある程度やんないといけないんだけど、芸人なんだから、ある程度やったら、ある程度のところで割り切って、まあ、これ食らったら美味しいなと思っていかないとこうダメなんだけど、山ちゃんマジです
最後までやめさせようとするからね、ビンタ。だから面白いんですよ、あれ。昔からなんて、ね、僕はあったけど、なんか、まあ、なんとなく昔は扱いが副次的というか、そんなによくはなかった気がする。なんか、ビシッと決めた人工僕の芸をできるやつの方が偉い的な風潮がどうしてもある気がする、私は。それ今も少しある、芸人の世界には、と思っている。そういう天然の間違いを避ける風潮ね。噛んじゃダメ、セリフ飛んじゃダメ。それは別に私避ける必要はないと思うんだよ。当然まあ閉めるところはさ、閉めないといけないというのはわかるんだが、だって天然の方が面白いんだからさ、それを別に避ける必要はないじゃない。むしろ積極的に出るように作った方がいいと思うんだけどね。ガキは明らかに出るように作ってるよ。進行役いつまでも藤原だしさ、あの神々の藤原。めちゃイケも天然を笑うコンテンツはたくさんあったはずなんですが、まあ終わっちゃいましたよね。なんでだろうね、ガキとの違いは。まあ一つ言えるのは、同じ人をずっと見てると天然の人でもやっぱり飽きるんだよね。天然でもなんかね、その人のずっと見てると、その人の入の間違い方、天然の出方にもパターンがあるんだなっていうのが分かってきてね。例えば浜口やあと重森のテストでの間違い方はもう大体パターンが分かりますもん。なんかだからもうあんまり面白くなくなってきた、あの二人の珍解答を見てもし、ガキでも。ジミちゃんですらちょっとなんか間違いにパターンのようなものが見えてきた感じがして、私は少し飽き気味ですけど、藤原なんか噛むだけだしね。呼び捨てにしちゃいけないね、マネージャーだから。藤原さん、藤原博さんですよ。ああ今日はよく映画です。だから天然にどんどんシフトしていっていいと思うし、噛んじゃダメっていう天然を忌避するような私の価値観はどんどん考え方変えていった方がいいと思うし、むしろそれを出すような番組作りは後で、天然もずっと同じ人を見てると飽きるから、どんどん新しい人材を発掘していかないといけないということね。みやぞんとかもう私飽き気味ですから、みやぞんの間違い方は。というあたりですかね。めちゃイケは結局なんだろう、天然は扱ってたけど、ずっと同じ人ばっかり出してたってことじゃないかしら。うん、さっきの浜口重盛もそうだし、エガちゃんとかエスパーも出すときはさ、めちゃイケはあの二人の天然を笑う方向で使うからさ、まあ、エスパーも私飽きてたし、エガちゃんもなんかいろいろ追い詰められるんだよ、あの番組で。追い詰められた時のあのこう天然のリアクションを笑ってるんだよ、めちゃイケって。エガちゃんの、エガちゃんって破天荒な芸風なんだけど、多分根は真面目で全然その破天荒キャラに徹しきれてないの。そこをあざ笑ってたんだけど、めちゃイケは。まあそれだってパターンがどうも見えちゃってたからね。まあそんなところです。はい、しかしな、まあ一回出たかったよね、めちゃイケ。それでもう無理だろうなと思うけど、出たかったな、やべっち寿司とか。やべっち寿司最近なぜかやんなくなったけど、
本当に突然なぜかやんなくなったけど。有名になって出たかったな。まあ、めちゃイケって番組は出たいって言ってる人ほど出さない番組ですから。本当に根性のひん曲がった番組です。出たくない人ほど出そうとするからね。まあ、それはある意味合ってるんですけど。出たくない人の方が自然な嫌がるリアクション出せるので、そっちの方が面白いんですよ。天然を扱うという意味では。出たいってやつは、なんか、多分嫌がるリアクションはなんか、よほどの演技力がないと不自然になっちゃうので、それはあんまり面白くない。みそのとかね、菊ちゃみとかですよ。出たがるやつは出さない。出したにしても扱いをひどくする。ちゃんと相手してもらえない。そういう番組なので、だから出たいって言うと出演が遠ざかるんですけど、どうも私は本心を言うのは止められないので、出たいと言ってた。ね。が、まあ、出ちゃったら終わりだよね、多分私の今の文筆家生命。そういうところから一歩離れた位置、全然業界に関係ない人間だから、多少正しいところがあるんじゃないかと思われている節はあると思うんですよ。業界の関係者はテレビ局からね、お金をもらってご飯を食べる立場にあるから、それは演者もそうだし、テレビ局の社員や制作会社のスタッフもそうだし、放送作家もそうだし、からさ、テレビはまあつまんないものでも面白いって言っとけば仕事来るかもしれないし、その番組から。番組のスタッフもつまんないって言われたらさ、気悪いだろうから、自分の作ってるものつまんないって言ってるやつと仕事はしたくないでしょ、そりゃ。いや、私がめちゃイケに出ちゃってさ、出た瞬間から例えばめちゃイケ面白いとか言い始めたらさ、それはもうなんだこいつってなるよね。だから多分出ちゃいけないんだけど、出たいんだよな。どうしても出たいんだよな。やべっちですしね。で、ボケ倒して帰るっていう。ボケ倒して帰るとなると、矢部ちゃんにきちんと相手をしてもらえるかが勝負になってくるので、矢部ちゃんがこいつ突っ込んでも一緒に怪我するだけだなと思ってスルーし始めたら、本当に多分悲惨なことになるので、大事故ですよ、もう。タンクローリー横転並みの、もう何十台と巻き込む事故ですから。いやー、出たい。だから私がめちゃイケのことをつまらんつまらんって言い続けてるのって、多分すごく幼稚な心理で、こう男子が気になる女子のあえてスカートをめくりに行くみたいな、そういう心理ですから、多分。はあ、ねえ、出たいなあ。いろいろギャグも用意しといたのに。席替えタイムとかさ、否めなーいとかさ、否めなーい。これに声だけだと通じないから、
やめの、これ、やめの、まあ、着替えタイムも。いろんな、これは、あれです。ラインスタンプになってますけど、私。これは、席替えタイムとか、なんかそういうひな壇に座ってる企画でやりたかったよね。かま騒ぎとかで。唐突に場が一瞬静かになった時に唐突に言い出すっていう。席替えタイム。なんか、否めないと声が一緒になっちゃった。否めないは、ポーズはまだ思いついてません。考えてます。これは文字通りで、なんか単発でやるギャグじゃないですよ。何かイエスノーで聞かれた時に、それがイエスの時にやるギャグですから。ポーズは考えてんだけど、今思いついてないから、とりあえずどんだけと同じポーズになってる、一個の。否めないって、人差し指振りながら言うの。だから単発でやるやつじゃなくて、どんだけもそうだけど。ね、なんか例えば、あなた、自分が頭いいと思ってない？って。否めないっていう、うざさを出すギャグなんですけど。ね、これを岡村さんや矢部ちゃんにも振ってやろうと思ってたのにさ。岡村さんって素人童貞なんですよねって。否めないっていう感じで。使えないな、素人童貞は。めちゃけなら使う。岡村さん素人童貞じゃないけど、確か。そういうね。否定したいことを言わせる。否定したいことを違ったように言わせるために。いろんなシミュレーションしてたのにさ。数取りなんとかさ。ブン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 って。前科ブンブン。一般ブンブン。前科ブンブン。二班ブンブンって。はあ、まあそんなうちの母親とかお前がギャーギャー言うから割っちゃうとよって言ってたけど、そんな影響力ないですから、私が言ったから割ったわけじゃないと思うよ。お前がとどめを刺したんだと言わんばかりでしたけど、うちの母親はそんな影響力ないし、あったら逆にちょっと嬉しいし。いや、関係ないです。時代の趨勢というものです。多分。だから、出たいな、最後来ねえかな、めちゃけ。来るとしたら、あの番組多分、まずドッキリで来ると思うんだよな。いきなりカメラ来ると思うんだよね。私の自宅のとこに。田君の時みたいに。まあ、来ねえだろうな。いきなりないないとカメラが来ると思うんだよな。もうその時のシミュレーションも毎日欠かしてないからね。だから、否めないよ。やるから、そのね、ちょっと私も太ってるからさ、山本さんがいなくなった時はぜひ代わりにと思ってたんだけど、新メンバーオーディション行けよって話だけどね。新メンバーオーディション行ってないからな、別に。多分謹慎中の山本さんと一緒で、そのうち番組側から来るんじゃないかなって、オファー来るんじゃないかなっていう、完全な他力本願ですから。神待ちですよ、神待ち。そんなん来るわけないからね。自分から動かないと。ねえ、でもいいじゃないの。いいじゃないの。ダメよ、ダメダメ。いいじゃないの。
ダメよー、ダメダメ。EJ ネイル。なんだっけ、あれ。アンドロイドの名前。めぐみちゃんだっけ？めぐみちゃんじゃないな。きよみちゃんだったかな。あけみちゃんだ。みわってた。はい。山本さんの後釜に、数取り団にって考えてた。数取り団の始まりの挨拶もいろいろ考えてたのに。数取り団乱闘星光ですよ。私、小学生の頃、有野さんと有吉さんの区別がついてませんでした。よろしく。っていう感じ。完全に光の後釜は俺だと思ってたから。数取り団乱闘星光。俺気づいたんだけど、このまま行ったら相撲ライダーもやらされんじゃねえ。よろしく。よろしく。っていう感じ。もっとシュールなの？もっとシュールなやつ？カーズ取り団乱闘。ごめんなさい。これ自宅ですから。集合住宅だからそんなに声張れないので。ちょっとそこだけ勘弁してください。カーズ取り団乱闘星光。奥さん、パイ冷えてます。奥さん、ジョニーだろ、奥さんっていうの。思えば、私がめちゃイケに出会ったのは、数取り団全盛期の頃でした。だから私、にやかファンなんで。めちゃモテとか飛ぶ薬とか見たことないもん。めちゃイケで紹介、過去映像として紹介されてるもの以外。パンパピパピンピンパンパパピパピ。にわかなんですよ。いつだってにわかですから。人気のある時に乗っかる人ですから。私が人生で感動を覚えたゲームっていうのが4本あります。これいろんなとこでこの話してるけど、マリオ64、ゼルダの時岡、スパロボのアルファ、 GTA のバイスシティ、全部シリーズものの途中のやつだっていうところがすごいにわかっぽいでしょ。サッカー好きになったのだって日韓ワールドカップからだし。でもいいじゃん。そんなさ、そんな全部知らないと好きだって言っちゃいけないの？それはおかしいんじゃない？仮面ライダーだって私ちゃんと全話見たのクーガだけですよ、クーガ。黙っちゃダメだね。黙っちゃ。面白かったな、あの頃のめちゃイケは。私が多分中2か中3の頃だった。初めて見ためちゃイケは中1か中2か中3だった。多分高1だったかもしれない。騙されて入った、親父に騙されて入った軟式テニス部の、いやいや言った合宿で見た数取りだ。私運動部のくせにデブだったから、数取りなんでみんなで合宿中に数取りやって関取役やらされた。でもあれ、あの人だから通用してるから、素人が関取やっても投げらんないからさ、し相手も素人だからちゃんと受けないしさ、逃げるし寒いんだよね、あれ。だからこそ子供がやっても寒いから、しりとり侍ほどクレームは来なかった。これ前も言ったね。
子供が真似できない罰ゲームをきちんと考えないとすぐクレームきますから。罰ゲームは子供に真似できないやつ、真似しても寒いやつをというのが基本です。しりとり侍の棒を持って袋叩きっていうのは子供が真似するのが非常に簡単でしたから、あれはだからダメだったんだね。だから数取りはやっても面白くないんだよね。あれ見てると面白いけど、あれも多分面白くなるようになるように現場で指示をしてると思うよ。あれ面白い展開になるようし、演者もそう動いてる。例えば噛みそうなお題、ゴルバチョフ書記長とか出たらさ、次の人も噛みそうなお題でつなげていくじゃん。噛みそうな、ゲームの勝ち負けだけにこだわるんだったら噛みそうなお題自分で言う必要ないのよ。だからガチでゲームやってるわけじゃないの、企画も。これもめちゃギントの時に大泉洋が出た時にやってたけど、なんか面白い展開になんなかったから、展開になるようにもう一回撮り直すっていうのをそのまんま見せてた。あれは見せちゃいけないものだったと思うけど、例えば大口叩いた人が負けると面白いよね、基本は。だからそれはまあ大口が不利になるからだけど、大口叩いた人が負けなかったら、じゃあもう一回最初から取り直しますっていうようなこともやってたと思う。というあたりで、今日は終わりにします。奥さん、ブラジャー今日つけてないでしょ。否めない。さようなら。